れ様です。お疲れ様です。また場所移動してきました。今海を眺めながらですね。それなんすか？沖縄そばです。沖縄そば。はい。とりあえずギリギリ沖縄っぽいものを食べてます。そうそう。せめて。沖縄っぽいを食べようと。はい。サバイバルらしいですけどね。うん。もうスロンギ食べられんけんね。お腹減ってね。なんかそういう話も出てますけどね。うん。趣旨がよくわからなくなりました。うん。チョコボールも美味しかったし。はい。ということで我々、はい、まあ頑張って釣ろっか。はい。ちょっと言うまずめけどね。言うまずめ。先生はやっぱりやる男ですからね。次何やるんですか？今からちっちゃいお魚を釣って遊ぼうかなと思ってます。なるほど。はい。ゆうくん先生がですね、ちっちゃいミーバイ釣れるよって。なるほど。ミーバイ狙ってみようかな。なんで狙いますか？ちっちゃいジグ、3グラムとか。あ、重3グラムだよです。はい、先生よろしくお願いします。お願いします。釣らせてください。釣りましょう。もう何も釣ってないんですよ。あ、じゃあ釣らせます。頑張って頑張ります。頑張ります。釣りましょう、今日は。サバイバルって言ってますからね。今日はサバイバルです。サバイバルですね。いや、釣ったから食べれるって。あ、釣ったら食べられるんですか？そうですね。あ、でも、あれですよね、ハロックさん釣ってないですよね。あ、自分、実は釣ったんですよ。いや、実は釣ったんですよ。釣ったんですよ。あ、本当ですか？そういうルールですか？わからないですよね、多分この人ルール守らないですからね。守らないですよ。あれ、僕はちゃんと真面目にね、やりに来てほしいですね、やっぱりサバイバルというものは。いや、さっきなんかラオ食べてましたよ。やれますか？了解です。頑張ります。さあ、誰よりも先に投げる。いや、俺の方が先です。かもしれません。あるよ。おきたな。なんだろうか。なんだこりゃ。なんだこりゃ。アラカブ。なんだこりゃ。なんかキジハタっぽかとのゴマガト。釣れた。なんすかそれ。ちっちゃいけど。これちょっと泳がせ釣り使っていいですか。おわあ。しかもっすよ、寄生虫のついてますね。わ、そっちも。ツキムシ。こっちもほら。ほら。なんかひじきついてますこれ。ひじき。わ。すごい。もらっていいですか。あ、いいよ。餌にしていいですか。はい。お、へえ。じゃあこれ頑張ってください。行きたかったけど。やりました。あざーす。フィッシュオン。フィッシュオン。ところでハイサイってどういう意味なんですか。こんにちはですか。さようならは何なんですか。あちゃや。あちゃや。狙うは GT とアラミバイ。上がってますからね、GT とアラミ。アラミバイが上がってます。上がってる。アーラミーバイって何ですか。何十キロにもなる。へぇー。クエに近い感じ。いつも進化してる。ちゃんと飛び作ってる。ふん、ひっちゃん網持ってる。この網使っていい。これいいっすよ。ちょっと面白いものがいすぎる。取れる取れる。こうどうしたらしたらですか。こうして。ガーでかい、シーでかい。ガーラ。GT だ。GT だ。肉食系、肉食系。まずい。どこどこ？どこどこ？え、嘘。まずい。一瞬見えてよね。マジで？ひっちゃん、これは何なのかな。カニだよ。精進ガニ？入った入った入った。ほらほらほら、このカニ精進ガニか。え、こっちにも精進ガニ乗った。ほら精進ガニ。あ、こいつ、うん、そうだよ。また今撮ったんすか。またカニイロハ。カニイロハ。これ精進ガニっすか。これ餌にした方がいいですか。うん、餌したらいいですか。ボキッてして。いい。すごい早い、すごい。ハサミちっちゃ。ちっちゃいね。見てこれ、あの眉とかを整えるハサミと一緒ぐらい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カニ取る。カニ好きっすね。よう見つけますね、カニ。釣れないやろ？当たらんやろ？入ってんじゃないかなって逆に。
なんかいるみたいね。ガーラ？なんか釣れた。急いで巻いたらなんか釣れた。何これちっちゃ。ちっちゃ。あ、これエソです。エソ、エソ、エソ。綺麗なエソね。綺麗。なんか綺麗なエソ。なんか違うエソだこれ。あ、本当だ。正確です。厳しいね。狙い目がわからんもんね。打ち込み用竿がいるね。綺麗だね。餌で。こいつは。なんすかそれ。すごい色。沖縄チックじゃないこれ。沖縄チックっすね。なんだそれは。なんなんだ。これほら。なにこれ。あ、これ貝エベスっていう。貝エベス。夜の魚ですね。夜の魚。多分向こうまで行ってるんじゃないですかね。あ、あれじゃないかな。なんか先輩が釣られたようですけど、何が釣れたんでしょうね。走ってきたぞ、走ってきたぞ。ちょっと嬉しそうだぞ。なんかあら、思ったより大きいかもしれない。大きいかもしれない。もしかしたら大きいかもしれない。見て見て、カマンっぽくない。なるほど。これこれ教えてください。はあ、綺麗。なんだこれ。二弁護としと大遠征の末一匹確保してまいりました。なんかこれに近い気持ちだ。尻尾が色が違う、ね、違う。大姫ちょっと違う。近いですね。でも持ってなさそうですね。近いかもしれない。そうですね、残念。稚魚の頃は色が違う。あ、稚魚。なるほど。金魚だろこれ。いや違うんじゃないですか。いや違う。え、金魚だろこれ、うん。金魚すけど金魚じゃなさそうに見える。なんか濃ゆい金魚。ちょっとです見てみますかこれ。ねえ、念仏念仏。でもこっちやろ。こっちですね。上下にヒレのある。あ、一筋石持ち。あえー、最大10センチで最大9。同じですよね。かまぼこ強いな。かまぼこ強い。かまぼこ使っていいよ。これほら一回釣ったやつでしょ。これ釣ったっすね。名前忘れたっすけど、うん、なんか忘れたけど、はい、釣ったやつです。綺麗なやつ。はい、綺麗。美味しそう。はい、またしても釣られました。はい、かまぼこパワーを。かまぼこありがとうございます。ありがとうございます。綺麗綺麗綺麗。すごすぎやろ。すごい。し、なんだこれ。今度なんか黄色かよ、うん、これなんだこれ。4本だったらこれ、5本だったらこれ。3本。あー、4本。あ、上にあります。上にあります。よしじふえだい。よすじ。よすじふえだい。よすじふえだいですね。よすじふえだい。赤かやつ。あ、なんでそれ。ジグサビキ使ってんじゃないですか。あ、バレた。なんすかそれ。バレた。ジグサビキにかまぼこ。バイバイ。さんとまた一緒だ。もう。え、それ模様違うじゃないですか。え、その黒い点あったっすか。え、5本線があるよ。なんか あ、5本目だ。5本目ここにある。しかも手点なんもん。かまぼこ売れるわ。かまぼこパワーすごかったろ。島かまぼこはやばいっすね。ね、けどこれなんすか。来た。あく、あく、これ地元で釣れるやつ。いや、まあでもよかったっす。はい、ありがとうございます。いや、そうです。なになになに、かわいい。すごくないですかこれ。なに、うわ、かわいい。よくそんなの釣れましたね。取った。網で救ったんですか。ったっす、ね、うん、カニ取ろうと思って脱の取ったって。よう救えたっすね、うん、これ網よりも一瞬すぎパンってスコーンって。なんだこれ、当たり低いですよ。また違う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 。何が釣れたんですか、ね、これ違うよ。違いますね。見てみますか。違う違う。おお。これしかないです。赤松笠。松笠。松笠。ありがとうございます。やったね。楽しみよね。釣れただけでめっちゃ満足。もう見えないっす。ありがとうございます。魚どこ行く。なんだこれ。たま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 たでかっ。フグエー。え、フグエー。これ何、これバランスボール。おっ、ぷっ。カッチリワーゴースよ、しかもやろ。カッチリ。こっちも、こっちも。やばい、穴開いた。なんでこれ。す
ごい勢いですよ。うわぁ、すげぇ、これでかでかでかで、持ち上げてみるか。うわぁ、ガッブシなんだこれ、どうしたらいい、これあ、こんにちは、僕が上で沖縄で住んでたんだけどね、ちょっと美味しく魚が食っちゃったんだよね。おあ、お腹が痛いんだよね。よし、すごいすごい、特大級、できるかどうかわかんないけど、サンキュー。ブー、まだブー食うよ。ブープー倒す。ブープー倒す。見た今見た髪型がっつりいった今、マジやった。すげえ、足りないと思うんでね。あ、ほんて、あ、もう膨らみきれん。どうしますか、これ。どうしよう、お持ち帰りでしょう。これお持ち帰りしていいですか、これ。そうですね、これアバサーセって高級料理ですよ。え、どうなの、高級です、これ公設市場で6000ぐらいします。マジっすか、マジで。いや、これもっと大きいからもっとします。ちょうちんじゃさ、ちょうちんじゃこれ沖縄に置いていけばいいじゃん。作ってみたらいいんじゃない。しまい、しまい、しまい、しまい。これじゃあプレゼントしていこう、今回は。ありがとうございます。あー、やっぱ持ってるな、徳さん。泳ぎよったと。いや、たまたま釣れたの、普通に。普通に釣れたの。普通に釣れた。かまぼこブラックに。かまぼこ激売れやな。かまぼこ激売れだ。高級料理ちゃんとね、フックしたよ。はいはい、ここの茶さ、ガーンって引っかかった。とにかくなんか食っとったら分かったけんね。魚って分かったけど。あの、屋敷に行きますか、もう。はい、ほら、こんばんは。こんばんは。また今日はなんか怪しげな集まりで怪しげなことをするんですね。なんと、ヤシガニを召喚する方法があると。あ、儀式があるんですか。はい、儀式があります。連れてってくれると。まずこれを、これなんですか。サンマ。サンマ、これを焼きます。はい、焼くとこう匂いが出るじゃないですか、サンマって。はい、それに釣られてヤシガニが来るんですよ。へえ。ということで、じゃあ早速焼いていきますか。焼こう。まずもやすものです。ここから始まるんですか。ガスコンロとか用意しないんですね。こんなん。はい、すごいなこれ。なんかすごいですね。うわ、すごい、なんか豪快な焼き方しますね。頭から。うわ、すごいな。ヒッチワイルド。ワイルドすぎでしょそれ。 OK です。あとは来ると思います。もう完全に火が通ってるんで。じゃあ火消しますか。消しますか。半分出るし。あっち。おお、ごめん。え、もうこれで来るんですか。来ます。焼きサンマの完成。はい。完成。匂いめっちゃするね。めっちゃいい匂いする。うん。あ、おはようか。また入ってね。よいしょ。さあ、確かに撮りたいって言ったらね、皆さんでこうしてくれちゃったよ。はい。追ってほしかね。追ってほしいですね。金のエンゼルも当てたしね、しちゃんね。はい。いますわ、きっと。半分だけとかあれですね。てるるって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 。ああ、なるほど。半分で。あ、あれ、あれ、え、あ、いや、いや、いや、本当に半分じゃない。あれ、半分なってない。いや、半分なってない。うわ、ガチで。いやいや、そのままだ、そのままだ。あ、あ、ちっこいヤシガニみたいのがいる。なんだ、ヤドカリ。ヤドカリか、ほんね。しかもコロンってなった、コロンって。ヤドカリ、ヤドカリ。あ、ヤドカリが釣れましたね。ヤドカリが残念だ。やっぱそう簡単には取れないですね。あー、途中のやつもなんかな。そう簡単じゃないね。ですね、やっぱりね。人でも取れないって言ってましたね。うん、2回しか見たことないでった。まあ、ヤシガニは。おー、びっくりしたマジで。びっくりしてんの。いや、ビビったマジ。最後オチになかったんでちょっと脅かしてみました、すいません。いいオチですね。いいオチですね。ということで、はい、皆さんご協力ありがとうございました。はい、手足側にはダメでしたけど、ヤドカリが取れました。取れました。ヤドカリちゃんと今から処分して。あ、逃げていくよ、逃げていくよ。で、ね、はい、最後驚かされて終わったというね。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。努力を取るためにやってまいりました。アマゾン川っすよ。アマゾン川っすか。ああ、あ、あれ、あれ全部テラピアっすか。めっちゃほら、もう口開けて。コメントにこの針をつけて、で、サンマつければ終わりです。おサンマが重りです。重か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 。まさかの重い、めっちゃ重い、マジ。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。